あ、皆さんこんにちは、フラットパパです。今日はですね、白山市旧松戸ですね、こちらの方でランチをしようかなと思って走っております。時刻はですね1時15分とか20分ぐらいですね。お昼のランチタイム少し回ったぐらい、1時15分から20分ぐらいということで、何食べようかなと思って走ってるんですが、ちょっと気になるお店がね、前々からあるんですよ。なんかね、お店の前行くとね、ライブハウスとかね、なんかそういう看板があって、その今から行くお店の看板がね、外から全然わからない店があるんです。でちょっとね、そこがね、前々から気になってるので行こうかなと思うんですが、この信号左に曲がると松戸駅なんですが、この信号の手前、これ右側ね、焼肉あかりってあるでしょ、その手前の駐車場に入ります。でここの右側が最予定の駐車場なんですが、この左の方の道路側の2台分がね、今日お邪魔するお店の駐車場になってます。トイチと書いてありましたね。カタカナのトと漢字の1です。トイチ、こちらにですね、今日はお邪魔します。駐車場2台分ありますので、ここ止めますよ。はい、小雨の中到着しました。トイチはですね、松戸駅前からまっすぐ行くとね、左側にあるんですが、駐車場がね、右側になるんです。道路挟んだ右側に駐車場があります。夜はこれ居酒屋風になるのかな。こんな感じですよ。ライブハウスと目立つんですが、看板がね、ちょうどね、木があってね、これ看板なんですよ。これ見えないでしょ、トイチって書いてあるんですよ。今日はね、ここにお邪魔しようかなと思います。時刻はね、1時20分ぐらいだと思います。ライブハウスパブって書いてあるんですが、こうトイチあるでしょ、開いてるっていうことはやってます。お客さんもいますね。うわー、あ、大丈夫ですか、奥大丈夫ですか。あー、ごめんなさい。はい、はい、あ、B でお願いします。はい、はい、おすすめ定食 A と、ね、B がありました。メインが、ね、違うんですが、 B の方、ビーフカツデミグラスソースの1200円の方を発注しました。そしてね、他にもね、丼物を作るよって言ってたんですけど、やっぱりね、おすすめにしました。で壁面にね、メニューがこうやっていっぱい貼ってありますよ。こんな感じです。店内カウンター席がね、6席とか7席ぐらいありましたね。そしてね、奥これ座敷が2つ、壁面がメニューね、いっぱい貼ってあります。卓上にはですね、アルコールジェル、アルコールジェルの横にはスモーキングエリア常設です。そしてね、これ見てくださいよ、このテレビがね、アナログ懐かしい。あ、すいません、はい、はい、ありがとう。あ、すいません。まずはね、このビーフカツ食べましょう。デミグラスソースがたっぷりですよ、これ。
めちゃめちゃ柔らかくて美味しい。居酒屋のレベルじゃないな、このビーフカツは。はい、お刺身一口です。はい、あ、すいません。はい、はい、はい、どうぞ。はい、ありがとう。一口お刺身が一口じゃない。よし、上着脱いでね。これはもう気合い入れて食べる、おかずたっぷりですからね。食べましょう。これね、一口お刺身とメニューには書いてあるんですがね、全然一口じゃない。大好きな逆サギお刺身です。ナスのオランダ煮ですよ、これ丸々1個ね。これね、十分メインですよ。美味しい、甘めで美味しい。はい、あ、すいません。はい、ありがとうございます。はい。Thank you.
あ、ごちそうさまでした。ありがとう。はい、1500円。はい、美味しかったです。ごちそうさまです。あ、おかわりしたんですけど大丈夫です。あ、すいません、ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさま。あ、そうですか、ありがとうございます。ということで今回は白山市旧松戸市のね、戸市お邪魔しました。おすすめ定食すごかった。おかずがね、メニューに載ってないの一品ありましたし、おかずが多い、一口じゃないお刺身も美味しかったですね。本当にね、おかわりもね、ご飯無料でしたからお腹いっぱいになりました。それでは皆さん、またね、バイバイ。